東北の震災の時に、まあ、募金活動もできるんだけども、募金に代わるものとしてリサイクル市をしました。で、今回が9回目です。5回までは足長子ども育英会の東北に送りまして、6回目からは津別社協に使ってもらうということでお渡ししています。まだ使えるものとかが少しでも、まあ、お金に換えられて、それがまあ、福祉のところで使われればいいかなっていうような思いでやってきてるんですけども、まあ眠ってるものがたくさんあるなというのが実感かもしれないです。ダイオキシン問題をきっかけに環境問題の個人的に学習しようっていうようなことで、まあ、時々には役場の環境衛生の人に来てもらって、町のゴミの流れみたいなこととかいろんな活動をしてます。つべつべゴミの会。